今はですね、山形の方から、皆さんに、事例発表をさせていただきます。まあ、私は上級のデジタルアーキビストの資格を一昨年取りまして、それを、その資格を生かしてですね、まあ、活動を行っています。まあ、皆さん、この度ですね、デジタルアーカイブコーディネーターということで、今回の講座を受講されているわけですけれども、実はその、まあ、デジタルアーカイブというのはですね、こうしたコーディネーターが、まあ、実は非常に重要な役割があると思います。まあ、私が前川先生と、まあ、出会ったのが一つのきっかけで、まあ、いろんな方々と、まあ、お会いできた、まあ、ですね。またそれを、まあ、前川先生がコーディネートしていただいて、まあ、私のここまで、成長したといいますか、あと、まあ、もちろんその久世先生との出会いもありまして、まあ、デジタル化の取り組みを今進めているところです。で、今日は私の方からですね、実際に取り組んでいる事例を発表させていただきます。まあ、私が、まあ、最初このデジタルアーカイブというものに、まあ、興味を持った理由としてはですね、一つはその、まあ、単純な私の持っていた課題解決が大きな、きっかけです。まあ、例えばですね、まあ、私の子供がいるわけですけれども、そういう小さい子供たちにですね、まあ、これから伝承していかないといけないいろんな日本の文化をですね、どうやったら伝えられるのかとか、まあ、具体的に言うと、例えばあの、まあ、地区でですね、あのおみこし行列なんかをやっているわけですが、まあ、それは単純に昔からこう伝えられているもので、本来はそのおみこし行列の意味、その行列の意味って何なんだろうということがしっかりと伝わってないということに気がつきまして、でそのちょっと歴史をやっぱり紐解いてですね、そういうことをちゃんとしっかりこう地域に伝えていくということが必要だなと感じたところです。まあ、そういったことが私の場合きっかけとなりまして、また久世先生との出会いがありまして、デジタルアーキビストの勉強させていただきたいと思います。それで、まあ、今回私の方で発表させていただくのは、山形ふるさと上空アーカイブスと、もう一つは、山形の博物館ですね、県立博物館なんですけども、こちらの収蔵資料のデータベースということで、2つの事例を紹介させていただきます。それではページいただいて、2ページの方のスライドをいただいて、まあ、先ほど私が言いましたように、まず資金が抱えている課題ですね、まあ、例えば、まあ、人口などの減少して、ことに伴ってその地域のコミュニティの活動をどんどん衰退してしまうというようなことがあるわけです。また一方では、情報社会がどんどん、まあ、非常にこう、まあ、社会が便利になればなるほどですね、その地域に残る文化とか、まあ、慣習が、まあ、簡略化されてしまうと、いろんなあの、まあ、伝統的なものがですね、伝統行事が簡略化されることによって、その地域の固有の文化が継承できなくなっていくことに気がついていると思います。で、こうしたことがどんどん、まあ、進んでいきますと、結局、まあ、最終的にはあの地域社会が、衰退して、まあ、町が消滅してしまう、よくあの、まあ、限界集落ですか、村がもうなくなってしまうということが実際起こっているわけです。まあ、そうしたことが、まあ、地域の課題として上回りているわけですね。で、またページをめくっていただいて、3ページの方を見ていきますが、単純に自分の周りのですね、地域の課題解決をするために私の場合こういったデジタルアーカイブというのが非常に重要だということに気がつきました。で、その課題解決というのはまず地域のコミュニティを、まあ、活性化させるというものを出しています。それから、まあ、今現在も続いているです、ね、地域の文化の、まあ、伝承継承活動があるわけですけども、やはり子どもたちもどんどん、まあ、少なくなっている状態ですので、なかなかその継続が難しいと
という状況があると思います。まあ、そういった団体をですね、継続をもうできるように支援して、その継続を増えていくというような取り組みがあります。また、じゃあなんでそういうことをやっていかないといけないか。で、地域に残るこういうの大切な文化がたくさんありますので、その大切さをですね、多くの方に知っていくことが重要だということをお聞きします。じゃあまためくっていただいて、ここから実際の私の方を、まあ、関わっている事業なんですが、山形県ではですね、山形ふるさと塾という、まあ、大きな取り組みを行っております。これはまあ、この写真から見て大体想像すると思うんですが、まあ、子どもたちがですね、まあ、もちろん未来を担っていくわけですけども、まあ、その地域の素晴らしい文化を子どもたちが受け継いで、地域が元気になるということを目指しているということです。はい、じゃあ次に見ていただいて、まあ、具体的に言うとですね、この写真を見ていただくと、なんとなくイメージが分かると思うんですが、まあ、その地域のとおりいろんな、まあ、獅子踊りとかですね、念仏踊りとか、まあ、そういったいろんなものがあるわけです。で、こういったものは、まあ、もちろんもともとは大人がもちろんこういった教授をずっと継承してきているわけですけども、まあ、次のやっぱりこう担い手を育成していくということで、親から子、子から孫へと文化を伝承していくということを山形仏作教授では推奨して、まあ、こういった方々を支援するという感じです。でもう一枚振っていただいて、で、まあ、今回のテーマはそのデジタルアーカイブというのテーマなんですけども、実はですね、まあ、先ほどから言いますが、その地域の課題を解決するための、まあまあ、アーカイブというのはその一つの手段であるということで、本来の目的はですね、地域を発展にすると、まあ、魅力ある地域の創造なんですが、それにはやはり文化を創造しないといけないということで、真ん中に山形に伝えることを受けておりますが、その左右にですね、書いてある通り、魅力ある地域創造、また、この方には創造というふうな書かれているのがわかります。で、まあ、こういった実は大きな取り組みが山形の伝統塾です。で、私が関わっている、まあ、この一番右の下の方ですね、紫色のところに、地域のどこかの布団伝承というのがあるんですが、右下ですね。でここに、山形ふるさと塾アーカイブスというのが出ております。ここを私が、担当です。私が関わっている NPO で、こういった教育をなので、まあ、自分としてはもう壮大な、その地域が考えられるんですけど、でも実は非常に重要な、なので、まあ、皆さんに伝えたいのはですね、そのデジタル化をすることが目的ではなくて、実は、そういったことが実際にこの地域社会を作っていくところにやはり視点を置いていただけると理解が進むと思います。で、具体的にどんなことをやっているかというとですね、またページに送っていただいて、まず、まあ、我々にこういったウェブサイトを運営しております。まあ、この事業自体は、まあ、山形県の方で行っていて、そこから、まあ、我々の NPO の方でですね、事業を委託を受けて、作業を行っまあ、ウェブサイトの上とかですね、また、ここにちょっとサムネイルの小さい写真が出ておりますけど、映像の記録として、撮影しております。まあ、このウェブサイトではいろんな活動を受けま、動画で見れるようになっております。でもう一枚ちょっとめくっていただくと、まあ、そこに具体的なものが出ておりますけども、
まあ、雪中タブレットですね、また連続系のそういうなんです。でここは、子どもたちの主体ということで、まあ、どちらかというとこう子どもたちがですね、まあ、親から文化を検証していくという内容の動画が一つでございまして、実際この映像をですね、我々大体 NPO のスタッフ4人くらいいるんですが、県内各地を回って年間大体30団体くらいを取材して、こういった動画に、まとめております。でこれをネット上で、見れるようにしておりますので、まあ、お互いですね、どんな活動をしているかがネット上で見れたり、またもちろん一般の方もこれ見れますので、地域のこういう文化、素晴らしい文化があるんだというところに気がついていただけてるのかなと思います。それでは次のページを見ていただいて、それともう一つ重要なことは、こうしたしっかりしたですね、団体を組織しています。単純にですね、取材に行くだけではなくて、この県内各地に残る伝統文化を継承している団体がいるわけですね。そういった方々をこう束ねて、まあ、ネットワークといいますかね、まあ、山形県の方でこういう賛同団体のリストを作っております。でこういうこの団体の皆さんは、まあ、山形ふるさと塾の事業に賛同していただいている方々で、まあ、もちろんこれ以外にも本当はたくさんあるんですけども、まあ、把握しきれてないということになります。で今現在ですね、まあ、今年度の4月現在では268団体との団体を登録しておりまして、この方々を我々が映像で取材で記録しているという状態です。で、まあ、じゃあどんな映像を収録しているかといいますと、次のページを見ていただいて、いわゆる、まあ、カテゴリーといいますかね、まあ、自然系だったり歴史、また文化ですね、こういったカテゴリー、まあ、大きく分けるにはなります。でその中にもさらに、まあ、小分類があると、まあ我々としてはこの分け方で、まあ、後ほどおそらく前川先生の方から、その分類について説明もあるかもしれませんけども、我々の分類としてはこういった分け方をしているということであります。それではもう一つじゃあ見ていただいて、で、まあ、何と言いますけども、まあ、地域に残る固有の文化を大切に、まあ、その大切さですね、多くの方に知っていただくためには、その情報共有が必要なわけです。まあ、先ほど前川先生から、まあ、動画の中に、やはりウェブサイトでですね、ウェブ上で情報を公開していくというのが重要だということがありましたけども、まさにその情報を共有する。で地域の文化を大切さを大事にしていただくということで、我々はウェブサイトに、できるだけたくさんの活動情報を載せたいということで活動しております。まあ、この写真を見ていただいても分かると思いますけど、まあ、子供たちがこのおみこし、今はですね、こんな形にちょっと下がってくる、まあ、やはり何て言いますか、このおこし、なんでそのように見つけたということがしっかり練習されてしまうかなと思います。また、その下にはですね、そのやはり活動に参加されている方々をの、まあ、話を記録することも重要だと思います。まあ、その外観だけではなくてですね、そこに参加されている方々がどんな思いでそういうことを行っているか、またその歴史的な背景は何なのかということを
そこのもうよく知っている方々、まあ、知っている方にですね、まあ、インタビューというですね、話を聞くということになります。そういった意味では、次のページを聞いていただくと、まあ、映像だけではなくてですね、人の記憶も記録するというのも非常に重要だと思います。まあ、これはですね、あの山形のふるさと行くとは直接関係ないんですけど、まあ、これはどちらかというと私の個人の活動になりますが、まあ、オーラルヒストリーということで、いわゆる聞き書きですね、その方の話を記録して、それを、まあ、アーカイブするで、まあ、特にやはり年配の方はですね、高齢化していくに従って、まあ、その記憶がどんどん薄れますし、まして、まあ、高齢の方はもういつ、まあ、亡くなられるか分からないというのもありますので、まあ、元気なうちにですね、そういう方に記憶を残しておく必要もあるかなと思います。まあ、ここに出ている、まあ、紹介する写真は、左側ですね、まあ、着物について、まあ、日本の古来、まあ、昔から伝わっている着物についてですね、話をしていただいているところをビデオで撮影しているで、これにはですね、やはり聞き役が必要でございますので、また着物に詳しい方がいろいろ話を聞き取りながらそれを見ておりまた右下の方はですね、まあ、地元の画家が、まあ、その絵を描くときにですね、どういった方法で、描くのかということは、まあ、その絵を見ただけでは分かりませんので、その基本について、まあ、話していただけたらお聞きしたいと思います。まあ、こうしたものがですね、まあ、私の方でも関わっている事業でございますが、で次のページに行っていただいて、まあ、先ほどから私が言っておりますけども、やはりその地域の課題解決に結びつくものであるということです。まあ、これのここに写っている写真は私の、まあ、住んでいるところの地区ので行っている、まあ、行事でございますけども、で実はですね、このおみこし行列、もう70年前に途絶えてしまってですね、70年間出会ってなかったんですね。でそれを復元して、この70年ぶりに御神行列を復活させました。で、まあ、これはちょっと余談になりますけども、実はこの70年ぶりに御神行列をやろうとしたわけですけど、その記録がなくてですね、どうやったらいいのかわからないというところから始まりまして、じゃあそのどういう順番で並ぶのかとかですね、まあ、そういう細かい話もあったわけですが、たまたま YouTube で、まあ、他の御神行列が YouTube に載ってたのですから、まあ、これだなということで我々はそれを参考にしてですね、そこで復元をしたというそういう経緯があります。で、まあ、このイベント自体は、まあ、私の地区で大体100世帯ぐらいあるんですけど、もう全世帯参加をしまして、このイベントをやりました。まあ、こういうしたことはやはりその地域のコミュニティを活性化する、まあ、元気な社会づくりにつながっていくんだと思っております。はい、まあ、これが一つ山形ふるさと行きの事業でございます。でまた、次行きまして、こちらは山形の県立博物館ですね。こちらの収蔵の資料、大体30万件ぐらいですが、それをデータベース化しています。じゃあ次目に振っていただいて、はい、まあ、山形の、まあ、県立博物館、これは実は総合、まあ、博物館になっております。なのでもういろんな分野の物語に展示されています、まあ、博物館というとですね、やはりいろんなものが展示されているのは当たり前ということで、まあ、そこを運営されている職員の方々もですね、常に展示に力を入れております。まあ、ただ、やはりこう展示をするというところにだけこう力を注いでしまったためにですね、裏方の業務である、その目録作成とか、こういった資料管理、
まあ、基本的な仕事がなかなかこう進んでなかったという実は、現状がありました。でこの博物館は、開設してから40年経つわけですけれども、まあ、未だに紙、いわゆる資料カードを紙に書いてですね、こういった資料をずっと記録してきたわけです。で次ちょっとめくっていただいて、まあ、総合博物館ですから、まあ、いろんな資料がございます。まあ、ここはたまたまその土器、まあ、発掘した土器をですね、ここで一個一個も基盤と大きな、資料の中から、それを手探りでこう取り合わせたりとか、しているわけですね。まあ、裏方としては、まあ、実はこういう膨大な作業があるわけです。でまたその博物館ですから、かなりもちろん古いものから蓄積しています。でたまたま私が見に行った時に見つけたカードの中に1959年に記録したというものが残っておりますので、52年ぐらい前の資料もここにもあるわけで、まあ、もちろん古いものは残っておりますけど、記録としてはこういう50年ぐらいからこういうのを記録しているんだと、まあ学芸員の方々がこういうことですね、手に取ってそれを調べて記録するということです。で次のページに見ていただいて、でさらにですね、博物館には資料だけでなくていろんな文献ももちろん、蓄積しております。学芸員の方々が、まあ、もちろん書いた論文もありますし、地域に残るような文献ですね。またこれはいわゆる図書館とも違ったものがやはりたくさん残っておりますので、単純に図書館と同じような管理ができないというところもあるのかなと思ったと思います。で、じゃあ次のページ見ていただきますと、でそこでまたこの課題ですね。これをどうするんだというところの課題が、総合博物館ですから、まあ、山形の場合はこの8分野に分かれています。で、その分野ごとにですね、専門の学芸員というのがもちろんいるわけですね。で、こうした、まあ、今まではその学芸員の方がですね、自分の分野について、この資料で作って管理をされていたわけですが、まあ、そこはやはりもう限界があったわけです。というのはやはり、その学芸の方が、まあ、移動してしまったりとかですね、もしくは、まあ、退職してしまうというようなことが起こると、その次の方にしっかりとその資料の情報が伝わらないということがあったり、またその膨大な写真ですね、その写真がどこにあるかわからないというようなことが結果が実際に起きているということです。で次に向かっていただいて、じゃあそれをどうやってじゃまとめるんだろうかということが大きな課題になるわけです。でまあ、私はこういう状況全然知らなかったわけですけど、でたまたま、県の方からですね、いろんな提案の募集があったものですから、私の方で、そのデジタル化の提案をしたわけです。で現場サイドとしては、まあ、ここで言いますけど、まあ、先ほど言いましたように、学芸員の移動により、資料管理の質がうまくできない。またその学芸員ごとに管理してますので、その情報の管理の仕方がまあバラバラだったというのがあります。で、まあ、そういったことを、まあ、改善するにはやはり一元管理をしていくことが必要だということがあります。まあ、そういったことは現場の方々、まあ、博物館の皆さんもそれは十分分かっていたわけです。ただですね、それを進めるにあたって、それをしっかりこう、まあ、コーディネートするコーディネーターがいなかったわけです。いわゆる専門家がいないんですよね。で自分たちで、
まあ、Excel とかですね、ファイルメーカーを使って、その管理をしようとし始めたんですけど、まあ、先ほど言いましたように8分には、まあありますので、それを全体をこう、まあ、コーディネートしていくということができない状態です。はい、で次に振っていただいて、まあ、そういう状況があったんですけど、まあ、私は全然そういう状況を全然最初知らなくてですね、実は山形県の方に、まあ、私はたまたまそのデジタルアーキビストの資格を取ったことを機会にですね、山形でもそのデジタル化を進めていく必要があるんじゃないかということで、県の方に提案したと思います。まあ、そのきっかけは、まあ、たまたまその、まあ、最近、まあ、緊急雇用事業ですか、そういったものを活用する事業の募集が県の方からありましたので、そこで、まあ、早速私の方で、県の方に提案して、そういうのがたまたま博物館の方に、まあ、リードしてですね、この事業が進んだということです。はい、2つ目のページをいただいて、でですね、まあ、このデジタル化の作業というのは、まあまあ、他の博物館なんかの例を見ますと、まあ、業者に一括委託してですね、そのデジタル化を進めるということが結構行われております。あと例えばあの国立国会図書館とかですね、こういったところはもう何億というお金をかけて業者さんに委託をして、すべてデジタル化を進めるというところでございますが、まあ、山形の場合はですね、特にこの博物館で非常に予算が少なくて、まあ、そういう委託するお金もないというのもあったんですけど、ちょっとその館長さん、まあ、博物館の館長さんの考えとしてはできるだけそのやはり、自分たちで管理していきたいということが、願いがありました。でそれを受けてですね、私としてはそれでは、まあ、学芸員とかアーキビストとして、そういう自分たちでですね、進めていくことを学んでいこうということで、ゼロから皆さんに学んでいただきながら、その授業を進めていくんだと思います。まあ、そのコーディネートを私がやったわけですけど、で私はですね、最初、まあ、デジタル化という提案を検討に出して、いわゆる資料を、まあ、写真に撮ったり、もしくはスキャナーという問題をしてデジタル化を進めようということを提案したんです。で、実際、こちらの現場に来たらですね、そのデータベース化がまだ全体にされてないというところが分かりまして、じゃあそのデータベースを進めていこうというところで、この活動を始めますからとしています。で、この、ここに写っている写真は、博物館内の学芸員の方が、ここに座っておりまして、まず全員の意識を向上させると、デジタル化を受けて何が重要なのかというところをみんな勉強してですね、その意識を改善していくということで、研修会を実は何回か、皆さんの方の一枚の写真です。私が一番、まあ、左上の方に立って、しゃべるのと、あと、復活調査なんかも、まあ、こういった方を交えてですね、学芸員全員参加で、アーキビスト、まあ、デジタル化に向けての研修を行っています。で、さらには、アーキビストページに書いていただいて、もちろん、まあ、そういった中で、専門家、お呼びして、まあ、外部講師ですね、外部講師を呼びして、研修会も企画しました。で、これは、この内容については私がコーディネートしまして、まあ、専門家を育成していくということでの研修会を開催しています。ここに参加されている方々は、山形県内の博物館の関係者の方々です。で次のページに行っていただいて、まあ、県内の博物館に関わっている方々が、まあまあ、県立博物館に集まってですね、研修会に参加していただいて、で、実はここに写ってらっしゃる講師の方、井上先生でございますけれども、まあ、この方はそのデータベースについて非常に詳しい方でして、また、
東京の科学博物館ですね、科学博物館のデータベースの文字にも関わった方で、より博物館については日本でもトップの、まあ、知識のある方というわけです。で、まあ、こういった方が、まあ、先生をですね、私が、まあ、推薦してこちらにお呼びして講義をしていただいて、それから、次のページを見ていただくと、で実際、その資料をですね、まあ、8分野総合博物館ですからもう膨大な資料があって、まあ、大きく書いて8分野ですけど、その資料にどうやってメタ情報をつけているのかということに非常に苦労しています。で、これについては、まあ、先ほども言いましたように、やはりその学芸員の方を主体として我々は考えておりましたので、まあ、学芸員の方にメタ情報をどういうふうにつけていくかということを考えていただいて、それを我々ともやり取りしながらですね、まとめているんだと思います。で、まあ、メタ情報はですね、この8分には共通する部分のメタ情報と、また分野ごとに違ったメタ情報も必要だと思いますから、大きく分けて共通するメタ情報と分野ごとのメタ情報を整理してデータベースに反映させていただくと思います。で、次のページに行っていただいて、では、まあ、こういったものを、まあ、一元管理していくということで、まあ、これをパソコンの方から入力していくわけですけども、まあ、別にはこれを検索ができたり、一箇所にデータを蓄積して管理していくということで進めています。でまたこういったデータベースですね、をどうやって構築するかということで、最初、いろいろお話し議論されたんですけども、まあ、博物館の方でもともとファイルメーカーというソフトを使っているかということもありまして、まあ、学芸員の皆さんがそのソフトを使っているということもありましたので、それを使っているということで、ファイルメーカーというソフトを使っています。ただ今までは、まあ、まあ、現在もそうなんですけど、各クライアントでですね、ごとにデータが蓄積されるんですので、それを会社に集める作業を、まあ、また作業として、進めていきたいと思います。それだと非常に効率が悪いので、実はまあ今月末からですね、まあ、サーバーを、の中にサーバーを置いてそこに直接、各国の自分のパソコンがサーバーにアクセスして、そのデータを直接記録するというふうにこれから思います。で、実際のそのインターフェースですね、次のページに入れて、入力画面なんですけども、先ほど言いましたファイルメーカーで作った、画面です。これは、まあ、ここに映っているのは地学の画面です。こういった方は8分野と分かるように進めます。で、次のページに行きたいので、その入力作業をですね、職員の方が、学芸員の方が、データベースを資料があるものですから、最初つけたメタ情報が、まあ、途中でいろいろ、まあ、こういった職員が直接入力するにも限界がございましたので、まあ、博物館としては緊急雇用事業をして新たに20人ぐらいのスタッフを投入して、今現在もデータの入力を進めております。で、次のページ見ていただいて、これは実際今データベースとして、
ウェブサイトで公開されているものの一部でございます。で今現在11万2000点ほど、まあ、データベースの公開がされています。で昨年の10月は大体3万8000点ぐらいだったんです。で1年間経ってから、まあ、その大体3倍、近くですね、11万2000点のデータを今ネットで公開しています。でこのデータベースについては、まあ、先ほど言いましたようにファイルメーカーを使ってましたので、そのデータをそのままファイルメーカーサーバーの方に移動して、ファイルメーカーサーバーの方でこのデータベース公開をしております。はい、それから次のページ見ていただいて、でこういったですね、収蔵資料をウェブ上で公開したことが多分非常に良かったと思うんですが、ウェブサイトのアクセスも実はどんどん増えています。また今年に入ってから職員の方がホームページ、まあ、ブログですね、ブログを立ち上げて、職員自ら情報発信もスタートしたと。ホームページのアクセスが増えたと同時にですね、実はウェブに比例して入館者指数ですね、実際に博物館に来られる方も増えました。これは去年と今年の比較でもあるんですが、まあ、ホームページを開設してから、まあ、3年目になります。まあ、そういったことでこの赤と青が今年の部分ですね、赤が去年の部分ですけども、やはりウェブ上で情報公開をすればするほど、まあ、実際の入館者も増えたんだなというのが分かりました。はい、じゃあ次のページ見ていただけますか。でこれはですね、非常に博物館としても、まあ、私が一番びっくりしたのかもしれませんけど、まあ、去年のこれ新聞ですが、この、まあ、地元の新聞紙のトップにですね、地元の新聞紙のトップ記事としてこの博物館の取り組みが紹介されています。まあ、収蔵資料を、まあ、検索できるようになったということで、地域でも非常に話題になったわけです。で、まあ、こういったことが、まあ、その博物館としても非常に、まあ、職員の方々も、まあ、自分たちの取り組みが評価されたんだということで、皆さんの意識もさらに高まる。じゃあ次のページ見ていただいて、でいわゆるこういうデジタル化によって何が変わったのかということでございますが、まず、まあ、博物館ということでございますので、まあ、学芸員がですね、まあ、こういったことを通じて自分たちがやはりこのデジタルアーカイブをしっかりやっていかないといけないんだということに気がついて、職員の意識が変わりました。それから、まあ、ネット上に情報を共有したことにより、ホームページを見てくれる方が増えたのはもちろんですが、博物館の入館者が増えたということでございます。それで、もう一つ一番重要なことをちょっと伝えないといけないのは、まあ、博物館実は山形、まあ、県でも非常に予算がつかない、施設なんです。で、まあ、県の行政改革でですね、もう博物館を見直ししようというようなことが実は基本されてました。でいわゆる、まあ、まあ、この民間に委託した方がいいんじゃないかとかですね、そういったことが実は行政改革の中で、議論されていたところです。でも、まあ、やはり、そのこういった収蔵、まあ、大切な文化を蓄積しているところでございますので、さらには、職員が自らこういったデジタル化を率先してやり始めたということが評価されまして、この見直し期間という冠を外されたということが大きな変化だと思います。で次のページ見ていただいて、で、まあ、平成23年度のですね、県の振興計画があるんですが、それを見ましたらですね、私が提案した事業面がここにありますけど、地域資源のデジタル化推進事業、これを私が県の方に提案した時の事業名です。これがしっかりと
山形県の教育振興計画の中に位置づけされたということで、去年もこれに予算を取っているということが、載っておりました。まあ、そういったことで、まあ、私、まあ、デジタルアーキビストが、県の方に提案してですね、こういったことがしっかりと公共の取り組みにつながっているということでございます。なので、まあ、私も皆さんに伝えたいのは、実はそのデジタル化の専門家ってまだまだいません。はっきり言って山形県の職員もそこは全然わからないので、そういった方々にそのデジタル化の、まあ、重要性ですね、なんでそういうことが必要なのかということをやはり我々が提唱していかないといけないのかなと思っています。まあ、そういった意味ではデジタルアーキビスト、まあ、これから、まあ、そういったところになってですね、まあ、その中でご記念としていくのが我々の課題だと、大きな取り組みだと思っております。まあ、そういったところで私の今日は以上です。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。